これもね、うん、今日の授業で聞き取れなかったところです皆さん大丈夫でしょうかまず最初から最後まで聞いてみましょうこんな音声ですはいそれではいきますね <laughs> まず黒はいそれではいきますねまず黒はい 느回目 미들. 지난 오일 금융감독원과 환경산업기술원은 아오. 지난 일 금융감독원과 환경산업기술원은. 지일 금융감독원과 환경산업기술원은. 하이, 그레 확인しましょう. チナンオイル、クミュン監督は・カムドゴンファンギョンサノプキスルするサルイツカ、クミュンって言うんですね。これ、クミュンとなりません。クミュンですね。で、金融、で、カムドゴン、監督員と、ファンギョンサノプキスする者、環境・産業・技術員は、まあ、漢字語だらけですよね。意味の確認です。

ボーメル新旧環境マークインジンテはい最後赤ですマークはい確認しましょう「ャチャドーメル新旧環境マークインジンテ自動車保険を新規環境マーク認定対象として」ですね こういうことになりますね三行マークねで、印テ手段この辺がちょっと聞き取りにくいですね意味の推測がつきにくいところですね認定なのか認証なのか、えー、インジ印順、印順この辺がちょっと音的にも取りにくいところですねはい、次最後です黒 2>, った2回目緑

금융감독원과 환경산업기술원은 자동차 보험을 신규 환경마크 인준 대상으로 선정하였다고 밝혔습니다. 네, 마지막입니다. 지난 5일 금융감독원과 환경산업기술원은 자동차 보험을 신규 환경마크 인준 대상으로 선정하였다고 밝혔습니다. 私が日本語言いますので皆さんちょっと韓国語で言ってみてくださいね。 네. 去る5日、金融監督員と環境産業技術院は、自動車保険を新規環境マークの認証対象として選んだことを明らかにしました。いかがだったでしょうか。漢字語難しいです。普段使わない漢字語、えー、もっと難しくなりますね。それでもこれはね、多分日本語で聞いたらほぼほぼいけるのではないかなと思いますね。 だから韓国人はこれを聞いておそらくほぼ意味が取れると同じぐらい私たちも日本語でこれを聞いても一回聞いてほぼわかるはずだと思いますね、えー、なのでそのレベルまでこれでチンプンカンプンとか漢字語が多すぎてわからないっていうことはやっぱり上級学習者としては甘いんだろうなと思います「クミョンとかね、えー「ファンギョン」とかこういうのはもうしょっちゅう出てくる単語「インジュン」 こういったものに慣れるように繰り返し音読しそして書く練習してくださいね感動ご案とかねこういうのもね聞いて書けてそして言えるでも監督員っていうのは監督員とか金融監督員なんていうのはちょっと漢字でも難しいかもしれませんねついでに漢字の学習もしてみてください今日も1ミリ前進しましょう